皆様にジャテックです。今日なんですけど、豆から告知してます通り、明日がですね、なんとタクティカートオーケストラとコンチェルト、まあね、僕自身、3回目の、オーケストラとの共演なんですけれども、今回ソリストとして、タクティカートオーケストラさんと、共演させていただきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。明日ね、11月23日、トリフォニーホール、スミラトリフォニーの大ホールですけどね、まあ一応概要欄に貼っときます。で、今日は、なんと、そのね、グラズノフの、サクソフォンコンチェルト、アルトサクソフォンと、弦楽オーケストラのための協奏曲という曲を、明日、演奏するんですけれども、今日ね、午前中、それのリハーサルだったんですよ。なんで、なんと、今日は、そのリハーサルを全部、公開しちゃおうかなって思って、はい。いや、これね、そんなこと、まあ、自分でも言うのもなんですけど、こんなことする人多分、マジでいないんじゃないかなと思うんですけど、ぶっちゃけ言うとね、僕、結構、今日は攻め攻めで、やったところもあるんで、まあね、実は、先週もリハーサルやってるんですけど、その時にうまくまとまってたところも、今日はガンと吹くと、そんな風に吹くんですか、千野さんみたいな感じで、ビクトミネハロケの皆さん、もしかしたら今も見てる人いるかもしれないですけど、思ったかもしれませんが、まあね、明日どうなるかっていうのはまだちょっとわからないんで、そこも楽しみながら演奏したいし、一緒に演奏していただきたいし、なんて言ったって、もう聞いてほしいと。今日はどういう演奏するのかなっていうのをね、明日聞いてほしいんですけど、そのね、多分前代未聞だと思います。今日のリハーサルを全部公開しようかなって思ってますんで、これがね、1時間半ぐらいありますけれども、なんか、もう今あれでしょ？プレミア公開で出そうと思ってるんですけど、多分、その、配信されてる時間は、食器洗ったりとか、お風呂を、沸かしたりとかしてると思うんで、もうぜひそれしながら、知ってください。してください。だけど、まあなんかどっかでつけといてくれたら嬉しいなぐらいです、今日は。なんでね、ここから1時間半ぐらいですけど、お楽しみいただければなと思います。まあ、本当に楽しんでいただくのは明日のコンサートなんで、明日のコンサートの、まあ、予習だと思うんで、クラシックってのもそうじゃないですか？なんか、ちょっと喋りすぎなんで、もうそろそろ、もう喋るの終わって、リハ聞いてもらいたいんですけど、クラシックって、知らない曲をパッとね、その場で聴いてもおもろくないですよ。いや、俺も面白くないし、絶対寝るんですよ、そんな。だけど、曲についてとか。つまり、だから、この、ね、曲についてね。で、リハーサル、どんな風にしてるかっていうのを聞くと、多分、ここ意外と難しいんだなとか、ここ意外とさらっと行くんだなとか、こここんだけ練習したんだなとか、なんかこここんなに血のが、なんかいろいろやってOKのみんなかわいそうだなとか、わかると思うんですよ。なんで、そこら辺はね、ちょっと、まあ、予習して、明日来てもらうために、まあ、でも来ない人もね、ぜひ見てください。いや、本当に、リハーサル自体をそんだけ崩壊する人も多分ほんのにいないし、俺も次オケと共演することなんていつあるかわかんないから、おい、とりあえずね、今日は、ちょっとみんなで見ましょう。日曜だし、日曜日なんだよ。みんなどうせ暇、忙しい中、見てくださると思うんですけど、まあね、せっかくの機会なんでね、僕も、ずっと見てようと思いますんで、ぜひ、お楽しみいただければなと思っております。でね、概要欄、マジでチェックしてください。よろしく、どん。それでは、リハーサル、ドン。
4つ座って5小節目のバラ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 と入ってくるところ、これ5、6、7小節目でクレッシェンド持っていって3小節の後でピークが来るってイメージを持ちましょう。ファーストバイオリンのハイロヒカーのところかな、そこが一番ピークに来るんで、そこでちょっとハイロヒカーとかしといたら一気に喋っちゃいます。はい、最初すごく雰囲気がいい感じです。で2番のところなんですけど、今ソリッドは結構伸ばしがドーリアーダーダーみたいな、ちょっと歌い気味になってるんで、あの皆さん今切れるのが早いですね。ちょっとここはしっかりソリッド直してしっかり伸ばしていきましょう。で89分楽譜通りのっていうだけ取って、いくようなイメージで持ってください。で、ソリッド好きになるところ3番の4小節前かな、ダーリーダーダーダーっていうところ、伸ばしに入ったらすぐ弾かないと、セカンドバイオリンがピアノでメロで入ってくるんで、ここがちょっと重なっちゃって今もったいなくなってる。タリタタまでしっかりソリスキ歌ってで、すぐちょっとセカンドバイオリンにスポットアイテム移してあげてください。ちょっともっと楽にいいですね。その後3番のところですよね。3番バレンタンドのところの、歌う3番から3小節目の1拍目とか、そういうとこしっかり歌いに行くんで、ビオラがそれをしっかり掴んでるなぁ。ここはあんまりなんもた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 したくはないですよね。そのまま流れていきたいですよね。なんか一瞬だけバレンタンド入るんで、その後すぐにあのターンとターンとターンとターンのところの流れがサクッと前に進んでいきます。というところです。4番の手はもうちょっと前にあるのアクセント食いついていかないと、モタモタとしちゃってるね。そこだけ注意しましょう。コントラバス完璧です。はい、モタモタります。ごめんなさい。1回は9、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8
ちょっとさっきのいろいろ書いてもらって修正してもらって、9番でやっぱり気持ちを最初に持ってこないといけないんで、今のふわふわふわしたままふわふわふわっと入っちゃってるんで、少し板を敷いてみましょうか。ちょっとその前に、ね、どうしようかな、流れていきたいんで8番からちょっとやってもらって、はい、バタ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 、thank you.
書いてた。結構の道にある中で、うん、勝手になんかその中で動き始め、はいはい、うちはなんか引っ張ってもらっちゃった方が、はい、そう。Thank you.
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 27から29まで結構感がかなりバラバラですけど、30から31に持っていきたいところだったら、最後の一緒にするぐらいでしっかり持っていきたい感じなのかな。30からここに一緒にして結構持っていきたい。それもそうなんですけど、そのメロディーがどうも重なってますね。それがちょっと OK だけでもらいます。ちょっとここしっかり作ろうか。27番からまた分かさせてもらってもいいかな。こっちの方が正解もらえるので2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 169 170 171 172 173 174 175 176 167 178 169 170 171 172
付けはもうしたってもいいかなっていう感じです。お願いします。で、ビオラとファーストと一緒にここで一緒にやりましょうか。ビオラとファーストだけでもらえますか。見えなかった時間使っちゃう。27ください。一緒に入ってください。ワン、ツー、あ、一緒に一緒にいきます。27から振ります。ワン、ツー、スリー、フォちょっと流れ込んでもらっていいですか。27のところから
Thank you.
もう30歳の間これぐらいの店舗に戻ってきてほしいよね。ちょっとそこもう一回表示時間までこれでイメージ的には32のところで、アルクロから、まあ、15店舗間でいうとすごく15ぐらいのイメージがある。120から140というところ、ちょっと気持ち、まあ、重たくなるかなっていう気持ちは持っててほしいです。で、33のところではもうすでに結構上がってるイメージがあって、33と4出目のところでもう少し巻いていけるといいかなっていう感じです。で、33でしっかり戻す。で、次は35から110に向かって、35から、あれのところに向かって、また上がっていく。もう一回やります。今、共通理解を押すと、まあ、なんとなく進むので。いいです。もう一回、じゃあ、32、2個前、フォルテッシモから勉強ありますか？一回ショット。Thank you.
ですけど、良くないけど、36の一歩前をどう思っていこうか。まあ、いかにですね。ちょっと今、いろいろないと、ふがっていっちゃって。
かこれ普通なんで、うん、普通かも、普通と思う。はいはいはい。はい、行ってまいりまーす。
たーだんあ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 んってやられると思う。
49、50でしっかり落ちて、50からちょっとまた前に前に向かっていくような感じ、まあ、今は長い下が上がるんだと思います。で最後だよね、54から55、終わりの準備のところ、ちょっとそこだけ変えさせてください。でこれ多分最後になります。43から行って最後までやって、ちょっと返して終わるかもしれない。49の、はい、その48からいくと、ここでもう一気に落としちゃう。いいです。49、1小節前、2小節前で4拍目とかで、3拍目をしっかり引き切って、4をしっかり引いて、そうだね、48から3小節での3拍目引き切り、43から3小節、ちょっと前だね、2個前だね、すごい、2小節目、はい、43の小節目、ワン、ツー、スリー、フォチャンネルトップロック、チャンネルトップロック、チャンネルトップロックしてね。